お父さん、すいません、役だけで仕事を頼んでしまって申し訳ありません。坪八さん、坪八さんの黒身40個、はい、松潮さんに、釜を、ちょっとね、うちの予定が合わなかったので釜をお借りしました、すいません。お父さん、こっち向いてください。お父さん、昨日の三尾くんに引き続き、逆光です、何も見えないんです。三尾くんに引き続き、はい、見せるんじゃない、値段も見せるんじゃない、バカ野郎、上がる、グロッ、ゼロ。ちょ、お父さん、言いましょうか、どこに行くの、どうですか最近。あ、こんにちは。今どうですか最近。最近どうですか。すぐにしてます。いけてます。頑張ってます。もう僕もね、はい、工場ばっかり映しててね、はい、うちの工場ばっかり映してたらね、視聴回数がね、やめなさい、これ非常識なことじゃない。視聴回数が2回とかなんですよ。あ、お客さん。え、あ、もう逆算や。じゃあね、ちょっと待ってください。はい、行きますか。僕はセブンイレブンでパンを食べてたんですか。何一つ覚えてないですね。いや先生、すいません、僕は先生と一緒にセブンイレブンまで僕は帰ったんですね、ある日。そうですか、分かりました。そうですか。いや、まあ、こちらもたくさん買っていただきありがとうございます。あ、そうかい、そうかい、そうかい、いや、そうかい。あ、リラクゼーション効果なの。そうです、まあその中で知ってもらうことっていうのは、はい、まあ、ね、あ、もうそれ以上、それ以上、もうそれ以上、先生、それ以上もう、ぜひね、24、25に来ていただければ、はい、ね、来ていただかないと。23日の勤労感謝の日は皆さん申し訳ないですけども、やってませんから。勤労感謝の日は準備当たりますんで、はい、お願いします。もう皆さんね、仕事持ってる人間ばっかりなんでね、そんな前々から準備とかできない、できないんで、よろしくお願いしますよ。でもほとんどがね、商談員なんですよね。そうですね、だからもしね、身内ですね、はい、期間中に火事があったら、はい、中止になるって。あなたたちの、判断は正解です。それでは皆さん、さようなら。ポチッとな、さようなら、さようなら、はい、さようなら、バイバイ。